はい、老眼戦士コロナ禍です。それではですね、実況プレイやっていきたいと思います。FIFA16、UT モードですね、やっていきたいと思います。ドルトムントかな。この前ね、オンラインシーズンでドルトムントを使ってる人にすごい乾杯したんですけど、あ、なんか意外と似てる。ケミストリーも低いですね。初めてかな、俺ケミストリー100とじゃない人とやるのは。これはちょっと望みがあるかなと見せかけて、意外とうまい可能性もあるんで注意してきて。相手3トップですね。433ですか。こちら422のベーシックです。じゃあバランスでいきましょうか。さあ、試合開始です。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。取れないか。今日はノーマルな442のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。オッケー。マルアン・フェライニちょっとスピードパススピード弱い。ボニー、オッケー、ファウルもらったんじゃない。今シュート狙ったんですけど、でもね、フリーキッカーがいないんですよね。またいたっけ。まあいいや、これで。あ、ボタン間違えた。いやー、ボタン間違えた。まだね、ボタン操作に慣れてないっていうね。ここ勝てる。あー、負けた。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはカットされました。 OK、 サイド開く。攻撃失敗です。ナセル・シャドリ、シャドリ突破できんじゃない。ファールを取りました。これ上げていきましょうか。あ、ショート出せんね。ナセル・シャドリ、惜しい。前方に運びました。あ、オフサイドか。オフサイドです。足1個分出たかな。ちょっと能力値がね違うんでね、勝ちたいですね、なんとか。オリビエ・ジルー、オッケー。おい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 、切り返して。サロモン・ロンドン、うまい。さあ、スタジアムのテンションが上がります。キーパーボールをしっかりキャッチ。あの、切り返してセンタリングってね、意外と精度悪いんですよね。逆足でオリビエ・ジルーやるやつ。おい、出た。おお、切り返せないのか。押し込んだ位置でのスローインになります。テイラー、テイラーはきつい、テイラーはきつい。へえ、今のはミスった。ています。お耳蹴る。そっか。おい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 、このボールキャッチします。オッケー。あれー、今体勢悪かったね。能力、オビミケルがカット。リチャーズ、アタッキングでいこうか。ストッコ、オッケー。フェラインに当てて、フェラインしょ、衝撃のフェラインでかすぎ事件。サロモン・ロンドン、いやー、どうも。こっちもあっちもミスが多いね。ナセル・シャドリ、テイラー、テイラーなんだよな。サイドバック、ポジショニングと視野の広さでスピードがないから、サイドバックなのに。ミケル、ヤニック・ボラシエ、オビ・ミケル、ボニー。いやいやいや、違う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 。ストッコ、中盤で落ち着かないからね。テクニカルなメンバーがいないんでね、厳しいです。ゴールキックになりました。
ールキックはオッケー。バリー、ガレス・バリー、いい形でゴール前まで持ってきました。ボニー、うわー、ボニー、ボニーやっぱね、打つ反応が悪いな、ちょっと。惜しい。ヤニック・ボラシエ、中盤でボールをカットしました。これ相手も相当な力量同じぐらいだからひどい試合になってきてる。アンデルソン・タリスカ、しかし勝負強いな自分だから。シソコ、いやいや同じレベルでしょ。ドンマイ、そろそろ冷静に。ちょっとね見にくいんだよなスタジアムが。アラン・フェライニー、危険な位置です。緊張感が増してきます。フェライニー、フェライニーでさっきやった試合で結構チャンスが迎えられたんですけど、あの強いシュートことごとく、まあ、ノイアーだったっていう人もあるんですか、さっきの試合両方ともシュートまでなかなか持っていけない展開でしたからね。これで激しい展開になりそうですね。ノイアーにすごいシュート防がれちゃいました。ミケル、ノイアー能力値90でしたね。そう、非常に美しいパス回しです。よし、相手のミスを同情してる場合じゃない。こっちもまだまだ下手でやっていかなきゃいけないんだから。ボタン間違えた。オッケー、マイボール。もう一度スローインです。ああマイボールじゃねえし、今当たってないのか。ヤニック・ボラシエ、やばい、テイラーの場所疲れた。ここはうまくボールを取りました。ヤニック・ボラシエ、バレンシア、きた、うわ空振った。クロスは合いません。 PK か。この判定はラッキー PK。 PK となりました。 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指さしました。右サイド、ラッキー、いいボールを蹴りました。オッケー、ラッキーゴールです。 PK をきっちり決めました。落ち着いていましたね。見事に PK を決めました。さあ、選手変えていこう。バリーがね、どうミケル、ミケル入れようか。よし、まあちょっとフェライニはかなり使いやすいですね。シュート力はさっき決めましたなかったんですけど、やっぱあの思いのか足が速いし、やっぱヘディング勝てるし、あのスピードもある感じしますね個人的には。さあ、この前の試合からデビューしたサバレタ、ビルフリード・ボニー、どうもセンターリングが合わない。これは決まりません。ただですね、ピンポイントでなかなか合わないんですよね。なんでだろう、今のような形で打たせてしまうのは良くないですよ。アンデルソン・カリスカ、やばい、すごい、いやー今のはうまいわ。ちょっと切り返し失敗した。ボニー、 PK があってよかった。フェライン、ここに流れたのはバレンシア、オリビエ・ジルー、シュートだ。あーキャッチされんのか。ボールの激しい奪い合いです。
サロモン・ロンドン。パスがよく走っています。実に美しいパス回しでしたが、結果はあまり美しくありません。ウィルフリード・ボニー。ああ、もうセンターリング本当合わないわ。なんかコツあるんですかね、教えてほしいな。サロモン・ロンドン。フィル・ジャジールか。ちょっと1点差なんでセーフティープレーで。スローインになります。相手がやっぱ3トップだから、相手のトップに入った時結構危ないよね。オリビエ・ジルー、ウィルフリード・ボニー。これはキーパーのボールです。ライン上げとこう。これで一回落ち着きたいですね。シュート行こう。シャドリ。ああ、ダメか。あの切り返してシュートはね、ほとんど入んないんですよね。でもやっちゃうんだな、癖で。スリートップだからヘディングすると残るな。打ってきた。あぶね。反応した。ボールを弾く。ちょっとあの展開で、あの相手のアジリティとかフェイントについていけないから、ちょっとなんか一人倒れて。ボールが収まります。オッケー。マジっすか今のプレー。相手が攻めてきてるんだね、結構ね。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。オッケー、ナイスカット。ヤニック・ボラシエ、いい位置で奪った。ここにバレンシアがいます。ミケル。オッケー。うまい。いや違うんだよな、そこじゃないんだよな。ここはキーパー。超オフサイドだし。いい動きですね。ああ負けた、競り負けた。シソコ、決めに来た。いや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 、すごい切り返しだね今の。同点となります。選手交代しよう。いやー、なんか前半と相手の感じが全然違うね。デフォー、よし行こう。一進一退。かなり攻めてきてんのにな、受けちゃってるもんな。なんと同点。これは逆転も十分に考えられるでしょう。ミケル。これで相手が引いてくれればいいんだけど。に移りたい。無理か。パスは精度にかけました。あー厳しい試合になってきたぜ。シソコ、3トップに対応できてない気がする。個人的にはミケル。ミケルと早すぎたな。この位置にいます。黒人軍団なんだねこれね。これはクロスが良くありません。ディフェンダーがインターセプト。いやいや、ミケルがちょっとひどいよ。体を当てて取る。奪った。バレンシア。デフォー。いやー、なんだよそれ。衝撃のパスミス。デフォーがな、本当ダメなんだよ。答えなくてはいけませんね。
もうセーフティープレーだな。前方へは苦しいか。バレンシア、試合終了まで残りわずかですが、試合は同点の、ああいうのどうしたらいいんだろうな。どちらにもチャンスはあるでしょう。そっか、焦りすぎ、相手も焦ってくれた。低いなラインが。注目のサパレタです。いや出せねえよ。ああ引き分けてしまった。試合終了。いやもったいない試合でした。握り切れたよね。シュート何本ずつだ。シュート3本で2点か。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければ次回もご視聴いただければと思います。ありがとうございました。